こんばんは、本日も続けていきましょう。遊園地夢物語。皆さんが思い描いた遊園地がそこにあるのでしょうか。私が思い描いた遊園地がそこにあるのでしょうか。ゲームを始めてみれば全てがわかります。それでは確認してみましょう。夢にまで見た遊園地、そこにあるのか。11年目夏でございます。残念ながらこちらに私の目指した遊園地はなかったです。あれ、なんか言ったの今。なんて言ってた今。なんか言ってなかった。あ、でもあれだ、とりあえずやれることをやっていこうということで、これもお金35万ぐらいもらったところでな。人気が高い300クラス。いや、もう400クラスなきゃいけないんじゃないかな。え、待って。400クラスのアトラクション。なくないっすか？あ、これ無理だわ。あ、これ無理だね。ちょっと無理っすわ。おここら辺も無理なんだね。季節のイベントを検討する時期がやってきました。どんなイベントを開催しますかということで、ここら辺いきますね。はい、じゃあ何やる。もう無理だよ、もう。王様の予感じゃ。王様だったらもうここら辺でいいだろう、これね。だから35万ぐらいで、ってことはどうする。この先を広げればいいのか。でもこっちを広げるか。あ、もうこっち広がってんだな。もうアトラクションとかを新規で出すことはもう無理だ。おそらくこの遊園地には先がない。残念ながらこの遊園地に先という先がない。じゃあさ、アトラクションすら建てられなくない？だって今建てられるものは全部建ててあるでしょ？ねえ、建ってるよね、全部ね。今あるものを拡張していくか。うわ、ほんともう、手詰まりみたいな感じになったのね、いつの間にか。知ってた？知ってた？そっか。ってことは今あるやつをもうこれもうあれでやっていくしかないね。気球はまだいいな。空飛ぶほうきか。まあ、レベル4の C カップいくんじゃん。詳細研究。
75% で行ってみよう。やったー。 あ、新しいデザイン、ありがとう。あ、もうこれだけでもしかしたら達成になった。なったわ。はい、すごい C カップですね。すごい C カップですよ。ありがとう、女子大生。あと、バンジージャンプか。ん？星2くらいにライトアップ。ちょっとそれはきついな。ストラットの放棄か。はい、ありがとう。はーい、空飛ぶほうきどうやったっけ。空飛ぶほうきこれか。あ、違う、空飛ぶほうきはどこにある。あ、ちょっともうね、この改築もね、いや、あの中途半端にさ、でかいものをでかいものボンボンボンって置いちゃうと、あの道が、あの作りづらくなっちゃうね。気をつけましょうね、皆さんね、やる人はね。これか、空飛ぶ。お、空飛ぶソリだな。それとほうきですよ、私探してるの。あ、これだ。幸福感の時 40% いきましょう。すごそう、このアトラクション。あー、コストダウンか。全然足りないそうよ。ポイントが足りない。お金はあるのにポイントが足りないよ。ドラえもん、お金はあるのにポイントが足りないんだ。はい、ポイントたくさん、ポイントたくさんくるね。うっ、すげえこれ、やばくない？この人気は？もう、 うちこれで売っていこうかな。やばいでしょこれ。一時期めっちゃ高いけど、これも宣伝しておこうぜ。これないの？移動とかで、移動を使えばあれか、道は広くなるか。形がいびつだからな、移動するにしてもちょっとって感じか。あ、どうする、これ、これやるか。VIP ではねえだろ別に、お前仲間だろ。いやー、アトラクション20件も建てられんし、可能性があるのどれ。ちなみにこれ60か。これが いけるくない。 UFO もう大型は無理だ。あ、無理でもないのか。いや、無理か。さすがにこっから58もためらんねえしな。いけんのかな。いや、いけないでしょ。おい、チケットくれ。うわー、チケットもらえなかった。いや、もう少しやりようがあった気がすんな。しかし
なんかどうしようもない感じになっちゃったね。残念ながら。ご招待いただきありがとうございます。まあそうでしょう。何これ、お、ショップニューカップ、うん、前半はうん、そいつに頼ってもよかったのかもね。いやでもなんだっけ、あれが一番いいらしいのよ、そのこの何、これキャストを増やすことが最優先でいくのがいいと。お、やったね、レベルアップ、ロイヤルリス姫フロート。簡単にできる何かない、要望。でもね、どれもね、結局ね、ランク4目指しなんだよね。これ惜しいね。なんかこう、暇だな、ここ。こういうとこにいろいろ置いとくか。もうお金はじゃんじゃん使っていけ。どうせ持ってたって仕方ないんだ、お金なんて。時計近くね、そこ。時計近くね。うい。え、何ここ。ないわ。お、9100円、9500円ぐらいじゃなかった、今のディズニーランドって。それを目標にするかね。道がでかいから、いろんなところにいろんなものを置こう。うん、いいんじゃないか。みんなの休憩所だぞ、これ。おい、もう細かいものをどんどん置いていこう。それで人気度を上げる作戦だ。9300、42万ですね。あ、ダセえそれ。それちょっと、あ、向き、椅子の向き変えたかった。もうこことかさ、これカラフルにしようかな。お、うい、え、ここは何を置けばいいんだろう。あ、こういうのとか、フラミンゴがいるんだよって。フラミンゴなんてね、何個あってもいいからね。だいぶなんかそれでも充実した感じになってきたね。
はい、救急ファイアワークスイベントが無事終了いたしました。結果を見ましょう。 A ランクでしょう。ハッピーだ。あ、 S ランクいった。なんかよくわかんないけど、いつの間にか S ランクいってくれた。ありがたい。あ、接待招待客、素晴らしい。わあ、20ポイント。なんだなんだなんだ、ここに来て喉が渇いたから知らねえよ、こんなの。ほー、あ、もうここら辺をジャグジャグやっていきましょう。テキテキテテ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 テ、秋でございます。おっと、計測してた違い保険に絶対に行けたかまで素晴らしいことになってます。オーナーの手腕のおかげだとみんなが噂してますよ。これからもよろしくお願いします。5ポイント、今5ポイントはいらんのや。夏のイベントもうないんですわ。あ、あんのかな、どうなんでしょうね。お、9500円、このぐらいじゃない、今ディズニーランドってね、多分そんなもんだよね。あ、なんか思ったんと違う。これに街灯も置いて、街灯20本も置けんじゃん。どこに置けばいいと。街灯ばっかり置いてもな。はい、季節のイベントを検討する時期です。近未来体験絶対無理ですけど。あ、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 待って、こんだけポイントあったらアトラクション建てられんちゃうんかい。おい、いける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 。もうでかいの1個ポコンと作っちゃう、これ、ね、他にもない、なんかあったあったあった。ああ、今噂の UFO じゃん。建てろ建てろ、すぐ建てろ。建設建設、 UFO UFO UFO、 入り口そっち側に向けたいな。うん、こうするか、いや、こうするか、なあ、これすぐオープンで、これもおすすめだ、これ。で、これ宣伝もする。うわー、9700円、研究するぞ、すぐ。おい、で、レベル2なわけだ。人気アップやっとけ。おい、幸福度も上げとくか。いいねいいね。あ、ちょっとげんなりだな。で、大型アトラクションのあれも言っとけ。もうなんだここに来て突然。よし、こうしよう。いいね、いいね。もうでかくな、でかく、とにかくでかくしよう。よし、来た。鍾乳石、ゴールの財宝、吸血鉱物、ゴールの財宝。お、なんかよく達成した。パーコさん、ありがとう。よし、ここ辺にゴールの財宝、そちら。で、ここら辺にはコウモリ、ここでもコウモリ、あ、鍾乳石です。で、ここにも鍾乳石、どんどん使っていきようかねよ。おー、
9900円。おい、設置。あね、これちょっとさ、あれできない。あ、いいね、施設の充実大事だよ。え、維持費高い。これ大きな施設を作る、はい、大事大事。さらに大きな施設作るぞ。おい、もうでかければでかいほどいいよ、これ。まったく、はい、充実させないとね。これいいよ、これ。写真メソッドも作ろう。おい、何作るんだった。鉱山ベンチ、かがり火、トロッコ、洞窟ショップ、なんかあんまだったな。詳細、あ、いや、詳細じゃないんだ、拡張なんだ。159までいける。よし、これでいいか。すぐ書いてる。で、ここに設置で洞窟ショップ設置で、かがり火。うわ、1万円いったよー、ついに。素晴らしい。設置、かがり火。ここに設置で、鉱山ベンチを回転で、鉱山ベンチを回転でと、ここに設置で、鉱山ベンチを回転でと、ここに設置で、鉱山ベンチを回転でと。もうね、置けるものはとにかく多く、とにかく置いていく。うわぁ、1万2000円。一気に2000円も上がったよ。ねえ。トロッコ。トロッコ、モリーダ。コーリー。お、やったねー。ありがたい。パン屋さんから海賊棒を1個いただきました。わあ、ありがとうございます。パン屋さん。28年目のパンですって。設置。これで、何これ。ああ、素敵なものがありそうだね。はい。おっと。拡張できるみたいですよ、また。うん。感じかな。もう何もらった。お、1万円超えました。施設を増やすと入園料がアップします。ゲストも納得できる遊園地を目指しましょう。はい、ありがとう。たかたか5万円。お、いいねいいね。え、だいぶいいよこれ。物の多さがぐちゃぐちゃだもんだって。もうただ本当にコウモリが住み着いてる場所見たくなったね、これ。トロッコ、金山を見てた人が持ち帰ろうとしてる感じがしてていいんじゃない、これ。いや、いいボメ。お、ピストル、ピスヘルメット、あとはなんかある。
切り干しなんて買うかやないか。維持費ダウンしようか。いや、すごいんじゃないこれ。詳細何か上げられるかな。あ、コストダウン上げる。いいぞいいぞ。あとはポイントが足りないよと。あー、どれも足りない。人気出てきたねこれね、だいぶ。そっか、いろいろ設置できるものを設置しちゃえば人気はおのずと上がるんだな。逆に言えば全ての施設を置けるぐらいのスペースがないとダメなんじゃないかな。あ、ほら下3ついったわ。これ下手したらワンチャンあるんじゃない。ないかな。ないか、ワンチャン。なくもない気がするぞこれ。ここに来て突然の。お、マスコットドラフト。カイロくんが欲しい。カイロくんが欲しい。これだ。うーわ、真ん中だろう。まる、バッカ。なんだよ、チンパンジー。ペコスジュニアだ。まあ、いいか、ペコジュニアでも。どうせお前来るんだろ、もう。来る来る来る、もう来るわ。来るって。来ないわけない。で、これペコスの、このザコキャラの家を建てろって今度言うんだろ、これ。どこだっけ？ここか。あ、言わない？それは。ってことは、ここも広くしちゃえばいいんじゃない？そういうことだよね、きっとね。そっち。はい、ジュニアの家です。ジュニアは岩に囲まれた家に住んでる。そう、断崖絶壁でこいつは住んでる。いいね、いいね。サボテンに囲まれながらね。椅子も忘れないよ。おお、リコピン TV。 ハリーペッカーズ、ね、グリーティング嬉しいよね。その自分がさ好きな、なんて言えばいいの、マスコット、キャラクターと会えるのって。なんか今日ニュースで見たんですけども、なんかディズニーランドのパレードが全て中止したとかって。あれ行った人かわいそうと思って。ねえ、
だって今それしか楽しみがないわけでしょ。しかもさ、ダンサーさんっていうかさ、あの若い女の子とか男の子たちのダンスが今いないっていうじゃない。すげえかわいそうじゃない。うわ、洞窟本気で真っ暗じゃん。なんかいけね。あ、コストダウンか。あ、充実させるか。いけ、今の俺ならいける。やったー。ダメだ。いけ、ダメだ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 った。37はね、受けるものないだろう。いいね、これどんどん置いていけばいいんだ、こういうの。分かっちゃったよ、僕。適当にいろいろ置いちゃえばいいんだね。そしたら人気はおのずと出てくるんだね。ちょっと気がつくのが遅かったかな。もし2周目やることがあったら、それはやりたいね、ちゃんと綺麗に。え、すごい。あー、A でした。新記録は新記録だけどね。はい、ありがとうございます。用が済んだ。あー、悲しいね。お、伸びたじゃん、一気に。伸びたのくせにーって。あ、来ちゃいましたよ、ついに。さあ、今日はじゃあここまでにしときますか。ね。12年目の春に確か終わるって聞いた気がするんで、ラスト、最後の冬を皆さんと過ごしたいと思います。それでは本日もこの動画を見ていただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると、この小丸のゲームラボの研究員となって、一緒に何か新しいゲームを研究していきましょう。こういう、なんていうんだろう、地道にやるゲームが好きなので、もし自分も地道なゲームが好きだなっていう人がいたら、チャンネル登録をしていただけると、地味なゲームばっかりやりますんで、よろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。じゃあ皆さん、まったねー。